リートン、ソッシーのラジオ歴史小話。じゃが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 、思わずシェアしたくなる歴史の話。さあ、ここ最近ですね、三日天下、明智光秀であったりとか、あと七日関白の藤原道兼、はい、藤原道長の兄貴道兼とかね、はい、七日関白でした。そして今週の火曜日は、十日執権北条、貞昭ちゃんということで、数字プラス役職とか、数字プラス、まあ、天下とか、なんかそういう数字にまつわるお話で、まあこれあれですね、あ、そうだね、まあ、数字というか日にちに、ね、まつわっていろいろと紹介してきました。はい、でいずれもまあ短い日だなということで、まあでも3日7日10日ということで、全部漢数字にするとね、1文字で書ける1文字つながりということで、ポンポンポンとステップアップしてきた感じがしますんで、ね、徐々にね、長引くなってくる。まあ実際3日天下はもうちょっと長かったけど、はい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 っていうのはありますが、まあじゃあ今日この金曜日はそのフィラーレというか最終回ですのでね、一体何が来るのか。まあ、前回貞昭ちゃんのね、十日執権貞昭ちゃんの話の流れでということで、もう一人紹介したい人物がいると、はい、まあ、火曜日にお伝えしたんですが、はい、今回はまあもうすでにね、タイトル見てらっしゃる方も当然いらっしゃると思いますし、はい、連続再生で聞いてる方はね、はい、どんなタイトルか見てないよというのがあれですけれども、はい、今日ご紹介するのは、はい、一日執権。おお、一日鎌倉幕府の滅亡と、はい、北条貞之、貞之という男、はい、これをね紹介したいんです。実はね、これ貞之っていう名前がね、はい、あの貞政、将軍の将を下に使って、うん、貞政と読み、はい、読んじゃうんだけども、読みそうですね、うんうん、あの貞之と読むんですが、はいはいはい、これね、貞之っていうのが僕の一個上の先輩に、漢字違うんだけど、はい、そういう名前の人がいて、はい、まあ、その人もねすごくいい人なの、はい、いい人なの、貞ちゃんも、そうそうそう、貞之さんもね、うんうんうん、でそれ名前の音が一緒だっていうこともあるし、る、うん、何よりこのね、はい、貞之という北条貞之という男の、はい、いうエピソードがね、はい、かっこいいという言葉でぜひこうちょっと紹介したい。いやー、楽しみになってきた。ただね、もう一日執権という言葉でね、うん、まあ、前回からお聞きいただいてる方は、あ、執権ってことは、はい、鎌倉幕府かと、はい、そうですね、ということなんですが、うん、この今日紹介する貞之ちゃんはですね、はい、うん、前回の貞昭ちゃんの息子なんですよね、はい、お、なるほど。お父さんがじゃあ貞昭で、息子が貞之と、うん、で前回紹介した通り、貞昭ちゃんは10日で辞任に追い込まれてしまって、はい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 、その後別の北条家の分権の流れである森時っていう人が鎌倉幕府の執権についていくんですが、この森時という人、はい、まあ、この後鎌倉幕府っていうのは、ね、うん、前回その貞昭ちゃんが10日で執権クビになったのが1326年のことだったんですけれども、はい、1333年に鎌倉幕府が滅亡します、はい、でその鎌倉幕府、あ、滅亡のね、この覚え方は語呂合わせは一味三山、一味三山、一味三山、鎌倉幕府の滅亡って、はいはい、僕はあの小学生の時に語呂合わせ覚えて、知らなかった、うん、1333年と、はい、一味三山、一味三山、うん、で鎌倉幕府滅亡したんですけれども、うん、滅亡する前、はい、まあ、鎌倉が陥落する前にですね、うんうん、武蔵の国、まあ、今の東京と埼玉県、はい、この辺りの一帯の平野で、うん、北条盛時という人が、うん、新田、はい、義貞率いる、はい、うん、後醍醐派のね、後醍醐天皇派の人たちと戦いをし、はい、うん、負けて戦死するということになったんですね、はい、だから貞昭ちゃんの、うん、あと10日間の貞昭ちゃんの後に、はい、執権になった森時さんという人が、うん、まあ、乱戦の中、うん、ね、うん、あの戦死してしまうということになり、はい、公式には、はい、この森時の戦死はい、で、まあ、執権はいなくなり、はい、その後、うん、はい、その流れで鎌倉が陥落して鎌倉幕府が滅亡と、うん、はい、ちなみに、うん、はい、貞昭ちゃんもね、前回紹介した貞昭ちゃんも鎌倉陥落の日に、うん、まあ、同日、はい、鎌倉幕府の崩壊に準じて彼も、はいはい、最後の時を迎えるんですけれども、うん、はい、実はこの時に、はい、森時ちゃんが、はい、その16代最後の執権と言われている森時が戦死した後、うんうんうん、鎌倉が陥落するまでの間に、はい、ちょっと時間があるわけ。ほう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 。
もうその瞬間終わりっていうことじゃなくて、わずかな時間が、まだ鎌倉幕府はね、うん、そうするとその間じゃ誰かが執権やらなきゃいけないとか、まあ、別にもう崩壊するから執権いなかったって全然いいんだけれども、うんうん、はいはい、こう太平記というこの時代を取り扱った軍記物語の中で、はい、定明の息子、はい、定明の息子である定行、はい、今日ね紹介してる定行が、うんうん、その鎌倉幕府が滅亡する日に最後に、はい、もうみんなね滅亡を 覚悟しているから、はいはい、うん、最後に辞令を渡そうということで、この定行が執権の辞令、うん、もう森時死んでるから、はい、彼を最後、うん、こう執権にやらせてあげよう、執権にさせてあげようと、はい、いうことがあったんじゃないかと、その太平記の物語の中には書かれているわけです。はいはいはい。こうで第17代執権、最後の執権は1日だけかもしれないけれども、うんうんうん、空白、はい、空席になっていたわけなんだから、はい、この定行という人がね、はい、お父ちゃんが10日間しかできなかった執権を、はい、俺が最後にもう一度やって鎌倉幕府滅亡の時を共にしようと、はい、なるほど、いうことで、うん、メイドへの良い思い出になるだろうということで、うんうんうん、襲りかかってくる後醍醐天皇派である新田義貞軍に対して突撃を敢行し、はい、多くの北条一族とともに最後戦死をしたと。なるほど、最後執権として突撃をしていた、突撃をしたというふうに太平記という軍記物語の中に描かれており、はい、うん、その中にはもう壮絶な描写でね、うんうん、我が100年の命を捨てて、はい、功がこうね、自分の主君が、うん、やってくれた一日の恩に報じようと、はい、おね、もう世の中にはこう、ラジ歴をね7年間一緒にやってるけれどもありがとうの一言もねない、そういうやからがねいる中、うん、忠義のかけらもないやつですね、かけらもない中ね、このいつもね喉をいたわってとか、はい、じゃリートンもね総理大臣っていう役職につけてあげようかなとかね、はい、そういうなんかあれもない中、うん、はい、しかしながら定行という人はね、はい、恩を受けた以上は、うん、たとえそれが1日であったとしても1日であったもんね、100年の命を捨てて、うん、我は突撃すと、かっこいいなということで描かれていて、はい、まあ、これがさ、また前回のさ定明ちゃんが10日間しかできなかったと、うんうんうん、で10日間しかできなかったそのこう息子がね最後それをもう一度取り戻して、うん、鎌倉幕府最後の執権はお父ちゃんの息子だったんだぜっていうのがなんかこうかっこいいというかさ、滅びの美学として、なんかこうなんだろうね、やっぱ日本で滅びというと、うんうんうん、やっぱ壇ノ浦の戦い、三種の神器を、そう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 、海に落として海にね、うん、安徳天皇をこう平の清盛の奥さんが、うん、未亡人となってる状態のね、はい、奥さんが安徳天皇の自分の孫を抱えて、はい、海の中にも海の下にも、うん、都はございますと言って最後、はい、迎えてみんなが滅んでいくっていう様が悲劇的に捉えられていて、うん、まあ、これもね平家物語の影響なんだけれども、はい、やっぱこの太平記という軍記物語あんまり人気がないんだけど、うん、はい、やっぱ僕はこの辺りの描写、やっぱ滅びの描写というのの美しさ、うん、かっこよさというか、うんうん、なるほどな、そういう意味ではやっぱこの、まあ、あとはやっぱ鎌倉が僕としても関東に住んでるから近くて、よくその北条一族、うん、終焉の地とか、はい、史跡とか残ってたりするんだよね。そうですね、うんうん、だからそういうの見た時に、ああここか、うん、これなのかと、うん、思いはせる、定行ここで突っ込んでったのかと、うん、いうことで、まあ、前回定明、うん、定行のお父さんの十日執権定明のことあんまよう知らんと言ったんだけれども、はいはい、うん、この定行っていう人はね、僕太平記のこの描写の下りで結構知っていて、もともとなるほど、やっぱそうかっこいい人だなと、うん、で今回十日執権のあ親父を紹介するんだったら、うん、1日執権、はい、まあ、それが嘘かもしれない、フィクションの話かもしれないけど、やっぱ定行を紹介して、うんうんうん、この一連のね3日7日、うん、10日ときて最後1日で
締めくくりたいということで、今日定行についてちょっとご紹介をさせていただきました、うん。北条定行、この鎌倉幕府滅亡の時には、うん、数え年で32歳。あ、なるほど、まだまだ若かったな。まだまだ若かったという中、うん、まあ、100年の命を捨てて一日の恩に報いるというところで、やはりこのね、かっこよさというか男前、やっぱり人生というのはいたずらな長さというよりかは、こう線香花火のようにね、一日パーッと輝くだけでもこうの記録に残してくれる、まあフィクションかもしれないけれども、そういうふうに彩ってくれる人がいる、うん、まあそういう人生をね歩むっていうのもいいなと思いつつ、ね、うん、はい、まあ、僕は平和にのんべんだらりと安楽な人生を100年むさぼりたいと思います。なので、まあ、あのソッシー特に僕にね、恩を感じていただく必要もないですし、はい、僕もソッシーに特に恩も感じずに、まあこの後一生懸命僕らも100年続くように、いろんな人生ありますから、はい、やっていきましょうということで、はい、皆さんも、はい、まあ、3日天下7日関白10日執権1日執権ということはないかもしれないですけれども、はい、3日坊主になりがちなこと、これは自分の意思で、ね、何年とか、あ、何十年と伸ばしていくこともできるので、はい、僕らもラジ歴を100年続けていけるように頑張りますんで、はい、皆さんも何かやりたいなと思っていることあったら頑張って、はい、道を切り開いていっていただければと思います。ということで、ここまでのお相手は私、リートンとソッシーでした。バイバイ。バイバイ。ラジ歴リスナーの皆さん、今、我々リートンとソッシーは、ラジ歴世界遺産の旅というサブチャンネルを展開しています。33カ国の国を巡って、皆さんの知っている世界遺産や知らない世界遺産、この国にこんな歴史があったのということを、リートンとソッシーの2人で紐解いていっています。ぜひラジ歴世界遺産の旅、こちらの方も聞いていただければと思います。各ポッドキャストでラジ歴世界遺産の旅で検索していただくと、青色のサムネイルが出てくると思いますので、そちらの方からぜひ聞いていただければと思います。順次週に1編ずつプラスアルファできるようにですね、今公開を進めていっており、なんとかこの2023年中には世界遺産旅を終えて日本に帰ってきたいな。皆さん、それではお楽しみに。